はい、どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、α6400 ソニーのですね、ミラーレスカメラの α6400 を使ってですね、実はオンラインでこのですね、カメラをウェブカメラとして使ってみた感想をですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。こちらですね、ソニーからイメージングエッジウェブカメラというですね、アプリがですね、8月に Windows 版っていうのがですね、出てたんですよ。ただですね、 Mac 版はですね、その時に出てなくて、 Mac ユーザーなので Mac しかないんですよ。 Mac しかなくてですね、その Windows 版しか出てなかったので、この α6400 は持ってたんですけども、ウェブカメラとしてですね、使えなかったんですよ。で、 Zoom のですね、会議とかですね、ちょっとやってみたくて、その辺ですね、ちょっと待ってたところはあったんですけども、ようやく10月にですね、この Mac 版イメージングエッジウェブカメラのですね、Mac 版が出てですね、ちょっとこの間ですね、実はセミナーの講師をしたんですけども、その時にですね、ちょっと使ってみたんですよ。はい。そしたらですね、めちゃくちゃ写り良くてですね、あ、これすごく皆さんにお勧めできるなというふうにですね、思ったので、ぜひですね、こういったソニーのですね、カメラをお持ちの方はですね、ぜひこれですね、試していただきたいと思いまして、今回動画を撮っています。一応対応表っていうのをですね、こちらに出しておきます。はい。こちらのですね、機種だったら一応ウェブカメラとしてですね、そのアプリを使って使うことができますので、まあ、アプリを使うといってもですね、接続しただけで勝手にですね、起動するものになってますので、ぜひですね、すごく簡単なので、これ試してみてください。もうですね、これ写りがですね、普通のウェブカメラとですね、全然違うんですよ。私ですね、この Mac のここのですね、ウェブカメラの方でですね、最初 Zoom とかですね、やってたんですけども、写りがですね、全然良くないしですね、明るさっていうのもですね、かなりこう、あの日が当たるところじゃないとですね、稼げなかったんですよ。で、そういったところをですね、こういったミラーレスカメラを使うことですごく鮮明、綺麗にですね、しかも明るさをですね、コントロールすることができるっていうのがですね、すごくメリットなので、まあ、オンラインで仕事をされる方とかですね、まあ、ズームで一緒にですね、飲み会をされる方とかですね、そんなたくさんですね、いろんな方にですね、まあ、利用できるものになってますので、ぜひこの辺ですね、試してみてください。はい。じゃあですね、早速もう簡単にですね、このウェブカメラについてですね、ダウンロードの方法とか、使い方とかですね、実際にズームで使ったらどんな風なですね、写りをしているかっていうところもですね、ご紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい。じゃあ始まります。はい。じゃあ早速ですね、始めていきたいと思います。こちらの URL の方はですね、私の概要欄の方に貼っておきますので、そちらからですね、アクセスしていただけたらと思います。はい。もしですね、そちらがですね、嫌な場合は、インターネットの方ですね、イメージングエッジ、ウェブカメラという形で検索していただくと、出てきますので、そちらの方ですね、こちらのページを開いてみてください。はい。まずですね、こちらの使い方の方ですね、やっていきましょう。はい。こちらでですね、まあ、カメラの以下の設定を行う、表示される用語はカメラによって異なりますという形ですね。今回私が使うのは、このですね、中でその他のカメラの方にかかってきます。まずですね、こちらのその他のカメラの場合ですね、中で、メニューからですね、ネットワーク、そしてワイヤレスからですね、スマートフォン操作設定、その中のスマートフォン操作をですね、切りにします。はい、そしてメニュー、その中からセットアップ、USB 接続をですね、PC リモートに設定します。はい、スマートフォン操作設定がない、モデルの場合はですね、この操作は不要ということになっています。その後ですね、付属の USB ケーブルで、カメラとですね、パソコンを接続します。こちらはですね、もともとですね、付属している USB ケーブルを使って、まあ、パソコンのですね、方につなげて、USB の方ですね。あとは、カメラの方のですね、給電の方に、挿していただくと、そちらの方でですね、自動的につながるようになっています。はい、あとですね、まあ、パソコンでライブ配信、ウェブ会議サービスを、まあ、起動していただく、まあ、Zoom をですね、とりあえず、よく使う方いらっしゃると思いますので、 Zoom の方を起動していただいてですね、ライブ配信、ウェブ会議のサービス内のですね、設定で使用カメラをですね、まあ、PC のインカメラからですね、まあ、ソニーのカメラに切り替えていただくと、まあ、使うことができます。自動的にですね、こちら16:9のですね、画面サイズになるということ
ですね、その辺ですね、まあ、ちょっとやりながらちょっとお伝えしていきたいと思います。で、今回はですね、Mac 版になってますので、Windows の場合ですね、また Windows 版のですね、方をですね、まあ、他の方、出されているかと思いますので、私ちょっとですね、Mac しか持ってないので、Mac をですね、使っている方のですね、参考になっていただければと思います。はい、一応ですね、対象の OS っていうのがですね、こちらの方になっています。Windows がですね、10、64ビットの方ですね。で、MacOS の方が 10.13 から、10.15 という形になってますので、OSにですね、当てはまっているかどうかっていうのをですね、必ず確認をしてください。はい、続いてですね、動作確認機種なんですけど、こちらの方からですね、まあ、自分のカメラをですね、選んでいただきます。私だったらこの α6400 を選んで、ダウンロードをですね、Mac を押します。はい。でこちらですね、ダウンロードされますので、こちらのですね、ダウンロードしたファイルをですね、まあ、任意のフォルダーに置いて、これをダブルクリックします。そうするとですね、こちらのインストールが始まりますので、まあ、それによってですね、もうこちらインストールが可能になってますので、カメラをですね、USB でつなぐだけで起動ができるというですね、すごく簡単なものになってますので、ぜひですね、この辺使ってみてください。実際のですね、ズームの画面の方で見てみましょう。はい、見てください。このですね、映像がズームにつないで、α6400 をですね、パソコンに USB でつないで、表示させているものになっています。結構やっぱ背景ボケ綺麗に出ますよね。で、明るさっていうのもですね、こういうふうにちょっと調節をですね、することもできるので、状況に合わせてですね、明るさを調節できるっていうのはすごくメリットがあるのかなっていうふうにですね、思います。はい。はい、ちょっとですね、顔が汚いですけど、この人。はい。まあ、レンズとかにですね、ソフトフィルターなんかつけてみると、まあいい感じにですね、肌が綺麗に映るんじゃないかなっていうふうにですね、ちょっと思いました。女性なんかはですね、そういうところを試してみてもいいのかもしれません。α6400 ってなんか美肌モードとかあったような気がするんですけどね。ZV-1 なんかも美肌モードがあるので、その辺ですね、女性には嬉しい機能なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。はい、いかがだったでしょうか。すごくですね、こんだけの簡単なですね、手順で今使っている α6400 をウェブカメラとして使って、すごく綺麗なですね、鮮明な動画をですね、オンライン上で配信することができるっていうのはですね、すごく魅力なので、ぜひこれですね、試してみてください。私もですね、これ使ってみてですね、すごくこれ良かったなっていうふうに思いました。しかもですね、日がですね、だんだん陰ってきてですね、その中でも ISO を上げていったりですね、F 値をですね、下げていったり、そういったところで明るさをですね、調節できるっていうところもですね、すごくメリットなんですよ。はい。なので、人とはですね、違った、一つですね、抜きんでた映像のですね、質をよかったらですね、オンライン上、ズームとかですね、そういった会議とかですね、飲み会の中で使ってみていただけたらですね、すごく面白いと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、というわけでですね、今回は α6400、もちろんですね、ソニーのカメラ、他にもいろいろありますので、そちらを使ってですね、ウェブカメラにですね、することができます。その中で、ズームとかですね、オンライン上で、そういった飲み会とか会議とかですね、そういったところで使ってですね、すごく綺麗なですね、画像でですね、そういったオンラインとか飲み会にですね、参加することができるので、ぜひですね、これ、他とのですね、差別化という形で試してみてください。ぜひですね、今までやったことない方、Mac を持っていて、α6400 とかですね、ソニーのカメラを持っていたけども、こういったズームとかですね、オンライン上でウェブカメラとして使えなかったんだよなっていう方はですね、これから使えますので、ぜひこれ試してみてください。面白いんでですね、ぜひこういったですね、友達とのコミュニケーションとか、オンライン上のですね、リモートワークとかですね、そういったところでぜひ活用してみてください。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでになってますので、よかったらですね、チャンネル登録や、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。